鎌倉持氏記は、室町時代の永享の乱、結城合戦を描いた軍記である。国立国会図書館に唯一の伝本が所蔵されている。奥書きによると、浅羽民部少輔なる人物が、宝徳3年8月に、鎌倉公方、足利持氏の最後の日記として書き留めたものである。浅羽民部少輔は、持氏の側近、浅羽下総守の一族と推定される。鎌倉公方、足利持氏と関東管領、上杉憲実の不和から始まり、持氏の遺児である、晴王、野草の処刑に至るまでの永享の乱、結城合戦の顛末を新字体で実録的に記している。その筆致は同書に依拠して書かれた永享記と比べると、足利持氏を擁護する傾向にあるが、永享の乱の根本的原因は、永享記と同じく持氏側に求め、乱に至らしめた持氏の行動を天馬の諸行と強く非難している。また一方で、作者の縁者であり、関東管領上杉氏と対立して、永享の乱の後に殺された持氏側近一色直見、上杉定直らのことは、誠に、志の深き者なりなどと称揚する。梶原正明は、永享の乱、結城合戦関係軍記を大きく、永享の乱を中心とした実録的なものと、結城合戦を中心とした、殉職の多い物語的なものの2系統に分類した。鎌倉持氏記は、前者の代表で、かつ永享の乱、結城合戦を描くすべての軍記の源流になったことが、梶原やその後の佐藤陸の研究で、ほぼ確定的となっている。諸軍記は相互に影響し合っておりその関係性は、未だ十分には明らかになっていないが、特に、鎌倉持氏記に直接依拠、あるいは強い影響を受けたとされる軍記は、以下の通りである。ありがとうございます。